毎度ゲーム実況ユニットモズとハヤニエのハヤニエです。今日から始まりますこのウォッチドックス、このタイトルはウォッチドックシリーズの1作目、2014年に UBI ソフトさんから発売されたタイトルになります。来ましたね、エイデン主人公ですね。スマホでハッキングしていくグランドセフトオートのようなね、オープンワールドのアクションゲームなんですけども、かっこいいね。めちゃめちゃかっこよくないですか、このサイバー感、サイバー感あふれるハッキング。誰やこいつ、漂ってるらしい。仲間なんですね。あ、お金が30秒で10万ドル。どうやらお金を盗んでいる。今エイデンが持ってるスマホを介して、エイデンの周りにあるパソコンとかスマホからお金を盗んでるみたいな感じですかね。他にもハッカーがいるようです。でも絶対やばいじゃん。うわうわうわ、喧嘩してるやん。あ、気づかれたんちゃう。やばいやばい、ダミアンやばいって。緊張感たまりませんね。あ、走って逃げた。エイデンが走って逃げました。怖い。怖いよな。何？モーリスか。出番だ。マロットにいたハッカーの捜索を業者に依頼していたが、見つかった。あ、エイデンピアーズ。奴を始末しろ。必要なら家族。やばい。こいつのハッキング人生は終わりだ。家族を問題でも。いや、脅かしてやるよ。二度と邪魔できなくさせて。モーリス。このね、ウォッチドックスっぽいぐちゃぐちゃってなる画面、 UBI ソフトプレゼンツ、ぐちゃぐちゃっていう感じがちょっと怖いんですよね。ゲーミング PC がおかしくなったんかと思っちゃう。怖い、格好が怖いです。11ヶ月後やって、11ヶ月後やで。おお、すごい、かっこいい。ウォッチドックス、タイトルかっこいいな。番犬、番犬みたいなね。おお、ログイン。あ、ぬるぬるや。すごいな。60fps、4K で今回もお送りします。高画質ウォッチドックス。楽しんでてください。知らないんだ。知らないか。エイデンが。家族を問題でも。いや。あ、さっきの会話だ。録音されてたっていうか、ハッキングしたのか、エイデンも。逆にな。どうなんだ。こいつがモーリスか。誰と話していた。名前を言え。名前は聞いてない。この名はどうだ。レナ、レナピアス。復讐にやってきたんや。ガキのことは知らなかった。間違いだったんだ。できる限り慎重に。確かね、姪っ子さんが殺されたんですよ。でそれの復讐をする物語みたいな感じなんよな。タイにはね、一回プレイしたことがあって、一応クリアまでやってるんですけども、でも何年前、7年前なんで、あんまり覚えてないですね、正直。ああ、車が撃たれて、一緒に乗ってたんよ、確か、姪っ子が。
名前を言え。知らないよ。知らないよじゃないのか。撃つぞ、おい。撃つぞ。ウソップ、やっぱり撃つ。出んかったわ、弾が。弾は出ませんでした。お、お、テイクダウン。おいしょ、おいしょ。手間取らせやがって。さあどうする。あ、動かせますね。あ、ハッキングできます。こうやってね、スマホでいろんなものをハッキングできる。これがこのゲームの特徴です。めっちゃ名前呼ばれてる。アホはね、名を殺したんや。自販機をハッキングします。これめっちゃ出てくんだよ。これリアルで欲しいよね、この機能ね。めっちゃジュース出てくるわ。もうずっとファンタ飲み放題やで、これで。なんかあの、薬。なんかあります。化学成分。システムキー。なんかある。開ける。袋があります。素材を集めてね、クラフトとかも確かできたのかな。結構オープンワールドゲームは多いですよね。クラフトのシステムがあっていろいろ作ったりとかね。もうめっちゃ迷子になってた今。こっちだ。今喋りながら普通に迷子感が出てたな。もう死んでんじゃん、殺してんじゃん。よー、モーリス、調子はどうだ。あ、知らんすか。やばいやばいやばい。どこに行ってた。何。こっちこっち。ええー。いたな。これか。この仲間ですね。弾を返せ。捨てたよ。あったら殺しちゃうんだろ。あ、弾入ってなかったのは渡してたよな。なるほど。はあ、今までどこに。電話をかけてた。モーリスは白状したから。それ誰。え、めっちゃ死んでんじゃん。なんとかしないとな。お前めっちゃ殺すな。ピアス、ちょっと待ってくれよ。がっかりだな。せっかくギャングの内部構想みたいな現場を作ってやろうとしてるのに。やべえやつや、こいつ。運び出す。いや、遅すぎだ。8回の裏、シカゴのリードで試合はすぐに終わる。もう、打たせようとしてる。時間切れだ。うわ。お見事。こうあれだ、火薬の反応みたいなの。誰に電話したか、下につけてるな。少しは興味あるだろう。わかったよ。誰と話してた。よくぞ聞いてくれた。ここに死体があるだろう。上に4万人いるよな。作戦のために警察を呼んだ。嘘だろ。いや、あれか、パニックにそう警察しようとしてるのか。モーリスの仲間も来て、バン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 。ジョルディ、冗談だよな。奴らにも電話した。めっちゃ死人が出るな。厄介な揉め事が起きるから、その隙に逃げ出すって寸法だ。明日には監視。マイデンはあんま人を殺したくないんですよね。さすが、時間通りだな。奴らは任せろ、モーリスを連れてってくれ。こいつ、このなんか竜が如くに出てきそうな人はめちゃめちゃ人殺しよるんや。話がある。やべえやつだ。あ、出ましたね、このマスクつけてる感じ。これぞウォッチドックス。シカゴ警察だ。やばい、もう来てるで。シカゴ警察が遮蔽物に隠れる。見つからないように慎重に脱出したいと思います。いますね、いる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 。眩しい。武器がある。銃装も。もう一人死んでる。また倍数。いけるかな。消せやん。なら被害者行くか。OK。なんでまた。あ、こピッチングマシンがハッキングできる。反応ないな。もう一回。動いた。多分大丈夫っぽいですね。よし、こっち行きます。あ、スマートフォンがあるんで、あれもハッキングします。なんか犬の鳴き声が聞こえてますね。こうやっていろんなものをね、ハッキングしながら、注意を引きながら逃げるみたいな感じですね。登る登る。これドアが開かないっぽいですね。反対側から開けないといけないです。あ、ありますね。このカメラをハッキングして
カメラからカメラをまたハッキング。こうやってね、ハッキングしながら移動できんのよ、カメラが。次はどこだ。あ、ここカメラあります。あっちカメラあるね。ほら、もう何人か来てんな、警察官。見つからないように。あ、シャールはここや。ハッキングした。ドアを解錠しろ。 OK です。多分目の前のドアが開いたはず。お、開いてる。さあ、ここからまたスニーキングですね。面白いよな、ハッキングしながらスニーキングって。あんまりありそうでなかった感じですもんね。まあ、2014年のゲームなんでね、それ以降はちょこちょこあると思うけど、7年前は本当すごい。グランドセフトオート5以降、面白いオープンワールドなかなか出てない状態で、ウォッチドックスが出た時にね、もうめちゃめちゃ興奮したんですよ。これルアーっていうのを今作ったんで、これを投げます。よいしょ。でここで多分音を鳴らすんかな、これ注意を引くやから。そうやな、音を鳴らします。ルアーね、あれで釣る感じですね。この間に移動。よいしょ。から登っていけそうやな。いけそうです。よっしゃー、オッケー。スタジアムって言ってたでしょ。あ、やばいやばいやばい、逮捕される覚えはないぞ。やばいね。話だけだ。ほら、チケットもここに。ハッキングしていきましょう。何なの、ジェイは何もしてないじゃない。こっちに脱出したらいいっぽいけど、ちょっと注意を引いたりした方がいいのかな。カメラ、これね、いろいろターゲットするとね、ほら、その人の名前とかね、情報が分かんない。もう情報社会、個人情報なんかもう丸見えよ、ハッカーにかかれば。引退した警察官を引き取ったとか、低い成績で大学を卒業、ガンクラブのメンバー、最近家族が死去。めちゃめちゃトピックスで分かるな。トピックスで分かりますね。これなんだこの赤いやつ。あ、フィクサー所属。ちょっと待って、こいつハッキングできますね。 ATM からお金を下ろせるみたいです。なんだそれやな。お金、人の携帯から盗み放題やから。あ、ちょうど ATM あるで。今盗んだお金を下ろしましょうか。今280ドル。今盗んだばっかりのお金を下ろしました。警察が誰や、バッドボーイ。奴らの注意を大きくさらす。仲間か。停電を起こして切り抜けたい。スタジアム全体をビジランテがニュースになるのは避けたかったはずだろう。なるほど。何もかも厳重なファイアウォールで CTOS に接続されてる。今はスタジアムを抜け出す必要がある。近くにアクセスポイントは隣の部屋にある。ただしアクセス権限、アクセス権限が必要だ。ガードマンならキーを持ってる。こんなに携帯にいれば一人はいるはずだ。調べないとダメですね。アクセスキーを持ってる警官を探さないといけない。いないな。カメラ？カメラどこあるか。あ、カメラあった。こいつじゃね？こっちか。あ、持ってるな。あ、持ってますね。よし、アクセスコードをハッキングして入手。あれか、ハッキングします。これどっかまたハッキングが多分できるはず。あ、ここだ。 OK。 これでレポンホイールを開く。あ、右下ありますね、停電が。これを使うということですね。どうだ。お、停電だ。停電やね。よし、今の間に抜けます。開いてなくない、これ。え、ちょっと待って、開いてないっす。ここ開いてないっすね。どうしたらいいんだろう。開いて、開いて、開いて。お、警官いるが多分見えてない。お、ちょうど後ろ向いた。 OK、 脱出成功です。 RT で走る。よし、脱出。これ外かな。エクジット。電話だ。どこだジョルディ。もう
こいつジョルディか。警察アレルギーなんだ。モーリスもな。めっちゃプレゼントを残しておいたぞ。竜が如く出てそうな感じはね。中国人なんでしょうね。ガレージに美人が待ってるそうや。露出ですね。外、建物の外に出ました。スタジアムから逃げろ、で次が警察の捜索エリアから離れろなんで、パトカーが多分グラセフみたいにね、ほらほら地図にパトカーが映っております。あれに見つからないように逃げないといけない。かっこいい曲が。やばいやばいやばい、なんか通報される。よし、車があるのがこっちですね。ここか。あ、これ、これや、赤い車。オッケー、ドライビングね。大丈夫、基本ドライビングはオープンワールドの基本よ。見つからないようにちょっと急いで逃げましょう。いきなりいきなりぶつけてるし。おい、どけどけお前ら、お前ら、お前ら、どけ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 、怖えわこれ。ある程度警察から離れるとこっち行こうか。あ、ほら、なんかちょっとね、外周の円が見えるの分かりますかね、右下の地図で。あれのサークルの外に出れたら警察から逃げれるんですよ、確かそう。ほう、もうすぐで出れんねんけど、ちょっと邪魔や。どいてどいて。あ、すいませんすいません、ちょっと急いで逃げたいんです。逃げてる最中に人引いたりするとまた通報されて、どんどんあの逃げ場がなくなっていく感じね。これで逃げれますね。オッケー、これでオッケーなはず。やっとだ、ようやく実行犯が見つかった。やつが突破口にはなるだろうが、どうやら。モーリス、モーリスを攻めたが、やつに拷問は効かない。モーリスがそのメイを殺したんやけど、要はその命令したやつは一体誰なのかっていう話なんや。危ない危ない。ハイドアウトっていうのは多分拠点ですね。マップを開いてハイドアウトに移動するってことね。現在地から、こっちですね。ここですね。目標。これ、ね、ピンを刺すと、こう下に、道路にね、出るんですよ。これめっちゃ便利なんよね。安全運転で行きましょう。安全運転で。はいはい、ほらほら。めっちゃ良くない？これリアルでもこういう風にさ、GPS 出てくれたらいいのにな。なんかその、目的地を選択したらな。こういうところもね、もう7年前のゲームで、こういうルートとかもちゃんと出るようになっててね。多分ね、ウォッチドックスが初めてなんちゃうかな、こういうルートが出るのって。これ結構当時衝撃的だった覚えがありますね。これ分かりやすいと思って、これやった後にグラセフやるともう超迷うねん。どっち行ったらいいんやっけってなるやつな。よし、着きましたね。着いた着いた。危ない。ここがホテルなのかなんかよく分からんが、モーテルって書いてるな。着きました。はーい、ここが隠れ家でーす。はい、ありがとうございます。お疲れ様でーす。さあ、ということでウォッチドックス第1回目いかがでしたでしょうか。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録していただいて、あと高評価ボタンとね、感想コメントなどいただけると非常にモチベーションになります。はい、こんな感じでね、これ自分が映らないようになってるんですよ。エラー、モザイクが出て面白いでしょ。はい、ウォッチドックス、いろいろね、これからもハッキングしていきたいと思いますので、また次回の動画もよろしくケロー。それじゃあね、バイバーイ。